再開いたします。次に斉藤元雄議員に発言を許します。以上。斉藤元雄議員。私は2件通告いたしました。まず議案第37号平成29年度会津若松市一般会計補正予算第1号歳出の部第6巻農林水産業費第1項農業費第3目農業振興費地域振興作物等生産対策事業費についてお伺いをいたします。まずこの事業の概要並びに事業費の積算根拠さらには補助対象者についてお示しをください。農政部長。事業概要でございますが、国の産地パワーアップ事業補助金を活用しまして、集落営農における担い手への農業生産の集約や、水稲の乾燥調整施設などを再編合理化することで、生産出荷コストを低減する取り組みを支援するものであります。まず補助の対象者でございますが、平塚地区における担い手であります農事組合法人会津平塚農園でございます。積算根拠といたしましては、まずトラクター1台が税込み価格で983万円コンバイン1台1361万9000円乾燥機3台で775万円フレコンスケール1台で200万円色彩選別機1台で500万円その他乾燥調整システムにかかる機器といたしまして1555万4000円それから乾燥調整施設の建屋でございますが3700トビ8万7000円これらにかかる実施設計費といたしまして172万8000円合計事業費が全体で9256万8000円となります。このうち補助金につきましては事業費から消費税を除いた8571万1000円の2分の1相当額といたしまして今回予算計上させていただきました4285万5000円となったものでございます。斉藤元雄議員。はい、わかりました。今回この事業について質疑をする私の論点はですね、集落営農など、まあ、組織形態の育成の観点、それがこの事業では どういうような位置づけ関係になっているのかということが一つです。それからもう一つは今回の補助金については、まあ、限定的な条件があるというふうに聞いておりますけれども、国県の補助メニューこれをですね、有効に活用を図るためにどんな取り組みを行ってきたのかというようなところを論点にしながらお伺いをしていきたいと思います。それでですね、今ほど示された産地パワーアップ事業費補助金この目的あるいは性格さらには補助の該当要件こういったものについてお聞かせください。農政部長。はい。この国の産地パワーアップ事業でございますが、これは目的としましては、高収益な産地化の形成に向けまして、担い手への集約それからコスト低減技術の導入乾燥調整施設等の再編合理化の取り組みを支援することで向こう3カ年の生産出荷コストの 10% 以上の低減かもしくは販売額を 10% 以上向上させるというようなことで農業の強化を図るという趣旨の事業でございます。斉藤元雄議員。まあ、向こう3カ年間 10% 以上のコスト削減というようなことが大きな条件だということでありますが、この農事組合法人、まあ、平塚農園、
こちらが、まあ、集落としてですね、地域の農地の管理保全を行っていくというような取り組みになった中でだと思うんですが、対象となる団体あるいは組織といったものは、この平塚農園のみであったということでしょうか。農政部長。経過も含めてご説明申し上げます。まあ、国から補助事業の紹介がございます。で、今回この案件につきましては、追加要望の調査ということで、本年2月末に調査が始まった、調査を募集したという事業でございますけれども、その取り組み主体の選定とにつきましては、まず市といたしましては、市内の農業法人、生産組合、それから JA 等に対しまして、その事業概要、要件などを周知いたしまして、募集をいたします。で、お声かけをいたします。で、その中で事業要望のあった組織を対象にしまして、集まっていただいて説明会を催すと。で、その後、その説明を聞いた農業法人から、今回は任意法人から事業を活用したいという申し出がございました。その中身を市と、まあ、県と協議しながらということでございますが、その実施方針に、県の作った実施方針に沿って、事前に目標が妥当なのかどうか、それから根拠資料がちゃんと揃っているのかどうかというようなところを精査した結果、国のこの産地パワーアップ事業の要件に該当するのは、農事組合法人平塚農園だということで、今回の予算の提案に至ったということでございます。斉藤元議員。今ほど国から事業補助についてのですね、紹介があって、その下でさまざま市としてもですね、対象になる、まあ、経営体をですね、探したというようなことなんですが、さまざま国県のメニュー補助メニューがある中でですね、これまで、まあ、今回もそうでしょうけれども、市ではその情報を国県から寄せられてくる情報で把握するのか、それともあるいは把握しきれないものなどもあったりしながら、今回のような、補助というような形もこれまであり得ることあったことなのかという点で、補助の活用という点でお伺いしたいと思います。農政部長。補助事業の周知といいますか、これにつきましては、まずどこ国の事業か、県の事業か、市の事業かに関わりなく、まずその生産者団体、農業法人、JA 等が、どのような設備導入をしたいかというような、調査をですね、毎年9月から10月にかけまして市では行っております。その、まあ、次年度農業機械施設導入支援にかかる要望調査ということで調査をさせていただいて、その中で希望する団体の申し出に応じて、事前説明会を開催して事業の内容を詳しく説明を申し上げているというような状況でございます。斉藤元議員。わかりました。まあ、どういった、要望があるかに基づいて、さまざまな補助メニューを調査しながらですね、それを紹介しているという取り組みであると思います。で、この事業はですね、まあ、組織経営体に対する助成と、で、地域の中で一段の土地を集約しながら、そこの中でコスト削減を図るというような内容に対する助成補助なわけでありますけれども、この事業はそもそも市の七次総合計画であったり、あるいはそれに基づく第三次の本市の
農業農村、食料農業農村、基本計画、さらには29年度の重点方針、主要事業といった中でですね、どんな位置づけをされながら取り組まれる事業なんでしょう。労政部長。まず市の第7次総合計画における、位置づけということでは、政策目標の2の強みを生かす仕事づくりという中のうちの生活の基盤となる仕事の創出、政策分野10、食料農業農村のうちの施策に農業の持続的発展というところに、位置づけられる事業であるというふうに考えております。また行政運営方針のにおきましては、その中の施策10の2という中で、農業の持続的発展における重点的取り組みという項目がございまして、その中の地域農業の担い手の育成確保並びに新興作物の重点的拡大と売れる米作りの推進という項目がございます。これに位置づけられるものと認識しておるところでございます。斉藤元議員。農業の担い手の育成というのは大きな課題で、その担い手の中には個人による経営体もあるでしょうけれども、今回のような、農事組合法人など集落への組織といったものの育成、このことについては方針としては市でも掲げていると思うんですけれども、その第3次食料農業農村基本計画の中ではね、平成27年度の経営体質がいくつとあるけれども、今後の第3次の基本計画の中では目標を掲げていないんだけれども、それとの関係では今回はどういうような、その平塚農園ばかりではないでしょうけれども、ちょっと広がりすぎか、その考え方だけをこの事業については最後にお伺いしたいと思います。農政部長。食料農業農村基本計画におけるその目標という部分では、例えばこの集落へのによるそのコスト低減のため の, その農地の集積というような、もう少し広い意味で の, 目標というのは定めているということでございまして、個別にどれだけ の, その機械施設を導入するかとか、そういったあるいはそのこれに取り組む方々 の, その携帯の数をどれだけにしていくかというような細かいところまでの目標は定めていないということでございますが、いずれにしましてもその目標ということでは、そのコストを低減して農地を集約しながらその収益を上げる、所得を上げていくというような基本的な考え方のもとに、その食料農業の基本計画というのはできているというふうに理解をしているところでございます。斉藤元議員。この事業の先ほどの最後にするって言ったけど、もう一つ聞き忘れた。この補助金がですね、今後3年間での 10% 以上のコスト削減というようなことなんですが、3年間を見るということですよね。で、この補助メニューそのものについては、今後も続くかどうか、ある意味判断で、市としては判断できないところもあるのかとは思うんですが、どんなふうに見ておられるんでしょう。つまり、なかなかその集落営農組織、組織形態が、育成が十分にはやはり全市的に進んでいない現状があるんじゃないかなと思うわけです。そういった際にこういった補助メニューが使えるということが分かっていれば、一つ決断をする材料にもなるんではないかと思うことからお伺いしたいんですが。農政部長。はい、おっしゃる通り、その国の補助メニューがいつまで続くかというのは読み切れない部分はございます。ただ、この産地パワーアップという趣旨がですね、
日本の農業を強くするというような政府の全体的な方針の中で出てきている事業ということでありますので、そしてまた今後3年間 その指標の推移も見るというような中では、当面はこの事業というのは存続するというふうには理解をしているところであります。で、こういう補助メニューにつきましては、当然のことながらその生産者団体等についてはその情報を幅広く提供をするわけでございますが、特に今回のような事例が出てきて、で、一生懸命取り組んでコスト削減に成功した、あるいはそれによって収益も増加したというような事例があれば、この取り組みというのは他の生産団体あるいは集落営農にもこういういい取り組みがあるということは知れ渡っていくし、いい影響があるだろうというふうには認識をしているところでございます。斉藤元議員。それでは続きまして、同じく議案第37号平成29年度会津若松一般会計補正予算第1号歳出の部第6巻、農林水産業費第1項農業費第3目農業振興費農山村地域経済活性化事業費について質疑をいたします。午前中同僚議員の方からも質疑があったわけでありますが、私がこの議案について論点としているのは、現下の農業情勢、経営所得安定対策の見直しなどが行われている、あるいは農山村の過疎化高齢化であったり、それから、EU との EPA、の取り組みであったり、さらには TPP が11カ国でというようなそういうことも含めてですね、現下の農業情勢大変厳しいものがあるわけなんですけれども、農村地域の活性化を図る上でですね、本事業をどんなふうに位置づけ捉えているのかというところが一つ、さらには、第三次食料農業農村市のですね、食料農業農村基本計画の中で、施策2の中でですね、農業6次化の課題を掲げておられます。そういった中で本事業における支援というものをですね、先ほど、人的支援を中心にというようなご答弁がございましたけれども、どこまでこの事業を通じてですね、原小学校プロジェクトを通じて、原小学校プロジェクトの今後の活動をどこまで見据えながら支援を行おうとしているのかというあたりを論点にしてお伺いをしていきたいと思います。で、まずですね、この補助金についてでありますが、先ほどの質疑もありましたけれども、この地方創生に向けて頑張る地域応援事業助成金の目的、それから性格、助成の該当要件といったことを改めてお伺いしたいのと、それから、この補助金というのは他年度の同一団体がですね、他の年度もですね申請することが可能なものなのかどうか、性格も含めてですね、お示しください。どうせ地方創生に向けて頑張る地域応援事業助成金でございますけれども、この助成を行っている団体は一般財団法人地域活性化センターでございまして、この事業補助金はその助成事業の中の一つでございます。で、補助率といたしましては定額補助でありまして、上限150万円の制度でございます。で、この事業補助事業の目的、助成事業の目的といたしましては、市町村または地域の団体などがその自主的主体的に課題解決に向けた事業を支援するというものでございまして、
要件としては4つのうちのいずれかに該当するものということで決まっておりまして、まず1つがその集落の維持活性化コミュニティビジネスによる小さな地域経済循環の創造というのが1つでございます。それから2つ目には子ども、女性、若者、シニアなどが活躍する地域づくり、それから3点目には食料、エネルギーの地産地消、地域内支え合いの仕組みづくり、4点目にその他地方創生に向けた地域ぐるみの取り組みということで、原小学校プロジェクトの場合は、集落の維持活性化、コミュニティビジネスによる地域経済循環の創造と、それから子ども、女性、若者、シニアが活躍する地域づくりの2点で採択されたものでございます。で、この助成制度に対して同じく1回受けたところがもう一度チャレンジできるかということについては、違う取り組みであれば可能性はあるのかなというふうには考えているところであります。斉藤元議員。先ほど論点として私が捉えている中でもお伺いしたことに関係するわけでありますが、また先ほどの、第一の質疑の中でも、地域振興作物等生産対策事業費の中でもお伺いしたわけなんでありますが、市の第7次総合計画あるいは29年度のですね、農政部の重点方針および主要事業、そういったものとの関係の中ではどんなふうに位置づけられている事業なんでしょうか。農政部長。第7次総合計画におきましては、先ほどの食料農業農村というところまで同じですが、その中の施策の4、農村の振興という部分に位置づけられるものと理解しております。また各部行政運営方針の中では、施策10の4、農村の振興における重点的取り組みといたしまして、その中のグリーンツーリズムや観光農業の振興という部分に位置づけられるものと認識をしております。斉藤元議員。旧原小学校を改修しての、都市と農村の交流であったり、あるいは地域の、コミュニティの活性化というようなことを目標に事業が行われているんでありますけれども、ゆくゆくは観光農業に大きく育てたいということを実行委員会の人たちは考えているようでありますけれども、しかしやはりこう未知数なところが大きくてですね、事業自体もなかなか先に進まずに来たという経過も聞き及んでおります。そういった中で、先ほどの同僚議員の質疑の中で部長ご答弁あったようにですね、昨年度は、交付がほぼ決まっていた県の補助金についての申請ができなかったというようなこともですね、その先行きの見通しがなかなか、立てにくかった、あるいは、地域全体の課題として捉えきれなかったっていうさまざまな要因があるというふうに私は理解しているわけなんでありますけれども、今後ですね、このようなある意味斬新な取り組みだというふうに本心においては位置づけられるものだというふうに私は思っているわけなんでありますけれども、今後、今回市を通して県の補助というような一般財団法人ですね、地域活性化センターの助成金を受けるわけでありますけれども、県の補助メニューを活用するということも、先ほどの質問とちょっと重なる部分はありますけれども、そういった新たな事業メニューにおいては、可能になってくるというふうには見ておられますか。またですね、市がこれからこの斬新な取り組みを、なかなか先の見えない取り組みではありますけど、そこをしっかりと支えていくという上での市の考え方をお伺いしたいと思います。農政部長。
前段のお正しにつきましては、先ほど吉田慶三議員にお答えした答えとかぶってしまうと思いますけれども、やはりその継続的にこの取り組みが続いていくというのは、その自分たちの収入というのが継続的に入ってくる仕組みをまず作っていく、でその中でいろんなものを動かしていくというところに乗っかっていかないと、やはり続かないと思います。いろんなところ の, その支援に頼るよことが多いようでは、やはり続かないというふうに思っております。したがいましていたしましては、やはりそのこの皆さんが取り組んでいくところを側面的にお手伝いしながらいくということで、ただその財政的な支援ということでは、やはりその新たなものに取り組むとき の高額なものを購入しなければならないとか、あるいはこれをやることによってモデル的に他に波及するかもしれないというようなものについては、それはお金を使って財政支援をしていくということも考えられるというふうに思っております。それから市が市のそれでは市の側面的な支援ということで、どういうふうにしていくのかというお正しでございますが、まず何より、市が真っ先に取り組まなければならないのは、いろんな手法でこの実行委員会の取り組みを内外にアピールすることだと思います。いろんな機関とか団体が行っている、例えば表彰制度なんかもあるわけでして、そうしたところにも手を挙げていくというようなこともあるかと思います。とにかくそういうな取り組みをして、この取り組みを有名にすると、この有名にして、その結果多くの人が立ち寄ってくれる、あるいは先進地視察にも来てくれるというような状況を作っていくということかなと。それが地域が元気になる一番の今しができる方法ではないかなというふうに考えております。斉藤元議員。本市にとってはこれまであまりなかったような取り組みがまさに行われようとしている中でですね、今部長がお答えいただいたような支援のあり方をですね、しっかり持ってっていただきたいということを希望して終わります。